ねえ、ゆいちゃん、この前まえちゃんが悪口言ってたよ。は？まずうちまえちゃんのこととか興味ないし、まあ勝手にどうぞって感じ。なんかパーカーがキモいとか言ってた。は？これのどこがキモいんですか？教えてください、どこがキモいんですか？てかさ、まずまえちゃんあの私服でそれ言う？まえちゃんのあの私服のセンスでそれ言う？いや、うちまずまえちゃんのこと興味ないし、相手にもしてないからどうでもいいんですけどって感じ。なんか髪型がダサいとも言ってた。は？髪型がダサい？は？これまず俳優の大森奈央の髪型真似してるだけだし、それまず大森奈央をディスってるのと一緒だから。はい、この時点で舞ちゃん大森敵に回したわ。全国の大森ファンを敵に回した。まず舞ちゃんのあの焼きそばみたいな髪型でそれ言う？それ言う？まあうち舞ちゃんのことなんてアウトオブ眼中だし、興味ないから全然どうでもいいんですけど。なんか腹黒いとも言ってた。は？腹黒い？いや、どっちよ、どっちよ。てか舞ちゃんが香織ちゃんの噂話流してるっていうのも私聞いちゃったからね。いや、てかさっきから何なの舞ちゃん、裏でこそこそとさ。文句あるなら直接来いやって感じじゃない？相手になってやるっつうの。てかもう舞ちゃんのことなんか興味ないし、全然微塵も興味ないからどうでもいいんですけどね。ねえゆいちゃん、絶対興味あるよね。否めない。